こんにちは、ブレイナーズの小林です。今回ですね、ブレイナーズオークションキングダムというスクリプトを、ご提供しています。はい。オークションをですね、自分自身でその主催するっていうことはもう大変な、まあ、ことで、まあ、何ヶ月か前にですね、東京のそのある会社から、まあ、相談を受けて、見積もったところですね、やはり、まあ、開発っていうんですか、500万近くはやっぱりかかってしまうと。はい、そういったですね、大規模なビジネスモデルなんですけれども、それをですね、一人のマーケターでもその手に負える範囲にですね、機能をシンプルにして、まあ、扱いやすくしたオークションスクリプトだと。はい、このスクリプトはですね、プログラマーが開発したのではなくて、まあ、英語圏で最も活躍しているインターネットマーケターの一人がですね、マーケターがデザインをした。そして、細かいですね、なんていうんですかね、指示書を書いて、そしてプログラマーがそれを実現したと。はい。そして、まあ、ブレイナーズの方で、そのライセンスを購入して、ローカライズしていると。はい。そういったことで、まあ、一人でですね、在宅でその活動しているマーケターさんにもですね、もう本当にその気楽に使っていただくと。ただし、その、抑えるところは抑えてあると。はい。マーケターが、まあ、デザインしておりますので、非常にマーケティング的な観点から開発されていると。はい。そしてですね、まあ、昨今その、メールが到達しない、そしてそれとかメールを開封してもらえない、そういう状況の中でですね、リストが非常に疲弊していると。はい。そして、まあ、その反応率も、その低下がどん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 悪化していると。その中でですね、まあ、そのブレイナーズとしてはですね、要塞化シリーズ等で無料イラニングで囲い込みとか、まあそういった様々な施策を打っているんですけれども、まあそのオークションということでですね、まあお客様を巻き込んでいくと、参加していただくと、双方向性の付き合いがコミュニケーションが取れていくと、はい、そういう中でそのゲーム感覚でですね、ファンになっていただく、そしてそのオークションサイトの中にですね、あなたのその例えば誘導したい、宣伝ですね。そういったものも、その、なんですかね、設置することができますし、何よりですね、まあ、ゲーム感覚、そして遊びに来ていただく、そういった、なんていうんですかね、基地を作ることができると。そこからまたあなたのですね、次のバックエンド商品へとつなげていくことができる。はい。それでですね、まあ、そのオークションを、するだけではなくですね、例えば、すぐにその商品が欲しいって言った場合、それをすぐ購入できるっていうそのオプションも、追加することができると。はい。そういった、内容になっております。はい。ぜひですね、ご自身のオークションサイトを、まあ、主催してですね、まあ、あなたのブランディングを進めながら、もう濃いそのリストの構築、そういったものを実現していただきたいと思います。はい、今すぐご注文ください。ありがとうございました。